こんにちは。美味しいものが食べたい吉です。今日はね、とっても簡単なパスタを紹介しようと思います。たらことバターを使います。本当に、茹で時間イコール作る時間みたいなぐらい簡単な、パスタですのでね、ぜひご覧になってください。ほんなら、いこみやか。はい、材料なんですけどもね、今日使うパスタは、こちら、ちょっとね、細めなんですけどね、スパゲッティ2という、これはパスタになります。僕の大好きなガルファロなんですよ。で、主役はこちら、たらこと、それからバターですね。バターはね、有塩を使っていきます。あとはね、ネギと、それから刻みネギですね。それと、こちらはね、刻み海苔、個包装になった便利なやつがありますのでね、これを使っていきましょう。で、仕上げにね、こちらパルミジャーノ、レッジャーノ、これもすりおろしていきましょう。はい、ではね、早速作っていきましょう。まあ作っていきましょうって言ってもね、今日はすごく簡単に作りますんでね。まずこの、たらこなんですけどもね、薄皮ちょっと邪魔なので、これはちょっと取り除いていきたいですね。この中にバターも入ってますけどもね、まず真っ先にバターを、室温に戻して、柔らかくしておいてくださいね。たらこはね、今包丁で、ナイフで切れ目を入れたんですが、そこをね、端っこちょっと持って、このボウルにね、沿うようにして、このゴムヘラですね、これをこう上手にこう動かしてやると、薄皮だけね、きれいにポロッと取れますんでね。はい、こうしてほぐしてね、残った皮、これはね、実はこのたらこのエンドウを知りたいのでね、一回食べてみてください。このたらこもね、メーカーによって、塩のきついの、それから、それほどきつくないもの、いろいろありますんでね、これは確認をしておいてください。でそれに合わせてゆで湯の、塩加減を決めるわけですね。今日のね、これちょっと食べてみたら、ごくごく一般的な、塩加減ですね。甘塩でもなく辛塩でもない、この場合ですね、今後ろでお湯を沸かしてるんですけど、1200cc、1.2 リットルですねのお湯に対して、まあごく普通ですからね、 12g の粗塩、これを入れて、茹でていこうと思います。はい、間もなく茹で上がってきますね。まだちょっとバター硬かったかな。少しね、ここで混ぜておくと、仕上げがね、楽になりますけどもね、ちょっとまだバター少し硬いですね。はい、ではね、軽く水気を切ったパスタをね、中入れていきます。うわ、レンズ曇っちゃうかな、これ。はい、茹で汁はね、全部きれいに切らない方がいいですね。で、ある程度鍋の中にね、少し残ってる状態のがいいです。これで塩分濃度を調整していくんですね。はい、もうバターが溶ければね、これで完成です。さあ、続いて、お皿に盛り付けていきましょう。ああ、滑っちゃった少しね、こう盛り高になるように、持ってあげると綺麗ですよね。はい、ボウルに残ったたらこもね、全部きれいに、かけていきましょうね。はい、では刻みネギをのせていきます。
よね。パルミジャーノ、レッジャーノもかけていきましょう。最後にね、刻みのりを振りかけて出来上がりになります。2つ用意しておきましたけど、これ1つでいいですね。あまりたくさんかけるとね、品がなくなってしまいますからね。はい、超簡単たらこスパゲッティ出来上がりです。はい、じゃあね、早速食べてみますね。いただきます。めっちゃうめえ。もうこれはね、間違いようがないですよね。バターの風味とね、たらこがものすごくよく合うんですよ。前に明太子のね、クリームパスタをやったんですけど、あれはあれでね、すごく濃厚な感じで美味しいんですけども、これはね、とにかく簡単にできるっていうのが一番の魅力ですよね。冷蔵庫から出しておいたバターが全然柔らかくならないぐらい、あっという間に出来上がっちゃうわけですから。美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。美味しかった。ね、今日はごめんなさい。いつもね、最近ではね、プロのコツみたいなのをね、最後エンディングロールでね流してるんですけど、今日コツもクソも本当にないですよ、これ。何のコツもない。まあ強いて言えばね、時間通りきちっと茹でるっていうぐらいでしょうかね。やっぱりよくしたもんでね、メーカー推奨 の, 標準茹で時間って裏側に書いてあるんですけど、あれはね、よくしたもんで、ちゃんと、その時間でね、美味しく茹で上がりますからね。その時間だけ守ればね、もう本当に誰がやってもこれめちゃめちゃ美味しいですよ。あとは、やっぱりそうだな、バターをね、なるべく常温で柔らかくした状態で、スタート調理をスタートするとですね、混ぜてる時間が短く済みますので、それだけ麺をね、アルデンテの状態のまま食べることができると思います。毎回これで麺類やるときって言うんですが、どうしてもね、撮影しながらだと、あっちカメラ持ってったりこっちカメラ持ってったりとかで、はい、じゃあ静止画を撮らなきゃいけないだとか、いろんなことで時間を取られて、こうやって実際に食べる時にはね、もうだいぶ時間が経っちゃってるんですね。そうするとどうしてもね、麺類ってのはやっぱり味が落ちてしまいます。で、麺類のコツっていうのは、もう出来上がったらすぐに食べる、これに尽きると思うんですね。お店さんよりも、美味しく食べるためには、その茹で上げの直後、ね、これを心がけることが一番大事だと思うんですね。いや、それにしてもね、これ本当に簡単ですからね。ぜひ皆さんトライしてみてください。簡単な中で一番美味しい
いいパスタの僕は、第一の候補としてこれを、たらことバターのね、パスタを揚げたいなと思うぐらい本当に簡単ですし、本当にこれ美味しいんですよ。はい、いいなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。